私は先日 YouTube を始めたばかりなのですが、登録者が一人しかいません。内容は近況報告するだけの動画なんですが、どうしたらたくさんの方に見てもらえるでしょうか、教えてください、ごめんなさいってことなんですが、基本的にはですね、YouTube でもそうなんですが、オープンのコミュニティで人を集めようと思ったら、自分のファンとか自分に興味がある人を、対象にしたらダメです。はっきり言いますけれども。自分に興味がない人を対象にしてください。僕も別にタレントとしては、大したですね、タレントではないと思ってます。佐藤健とか、それこそ荒井さんとかみたいな、すごい人望があるわけでもないんですよ。でも僕はじゃあなんで、彼らに匹敵するようなチャンネル会員数とかニコニコとも言えたら彼らを超えるようなですね収益が出るかっていうと、まあ、これはね非常に簡単で、何かっていうと僕は常にですね自分のファンじゃない人をですね対象にしてやってきたからです。つまり僕のファンじゃなかったりとか僕の話に興味がない人でも僕個人に興味がない人でも自分の人生にですね役に立ちうるですね話をしてたら、好きや嫌いかは関係なく見るじゃないですか、当たり前ですけれども、役に立つ話だったら。だから僕はこういう風に論文を解説するようなチャンネルを始めたわけです。だから重要なのは自分にファンがいないんですとか自分にもフォロワーがいないんですって言って始めない人とか、まあ始めてる分だけですねこの小林さんは偉いと思いますけれども、そういう人たちがいるんですけど、これは簡単で、自分自身に価値がないのであれば、あるいはみんなが価値を自分自身にまだ見出してくれないのであれば、みんなが価値を見出してる情報を提供する人間になればいいだけの話なので、そういう意味で言うと近況報告で、再生回数を取れるのは YouTube では本田翼さんだけですから、そういう意味で言うと近況報告をするぐらいだったら、それは近況報告に興味があるのって自分のファンだけじゃないですか。だからそうじゃなくて、みんなが興味あるような人ネタとか、みんなが興味あるような情報ダイエットとか何でもいいですけど、そういうのを発信していく方向に舵を切った方が人は集まると思います。はい。ファンじゃない人に注目する方が、マーケティングとしては正しいですね。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。